40年以上にわたる江東区と大田区の領土争いが終結した中央防波堤の埋め立て地。裁判を経て境界が確定したため、それぞれの町の名前が公募される方針となりました。公園とかパークとかがつく名前になると楽しそうなイメージになっていいなと。虹という感じ、レインボーブリッジとかっていうのは夢がありますよね。そんな感じで明るい感じ、未来を明るくする感じ。東京都が1973年からゴミ処分場の工事を進めてきた中央防波堤の埋め立て地。江東区と大田区がそれぞれ自分たちにとって深い歴史があるため、自分たちの土地だと主張して譲らず、町名もないままでした。都民のためにみんなが我慢をしてゴミトラックの通過を許したわけだよね。ずっとこう海苔漁場をやっていまして、まさに生活と生産の場であったわけですよね。都の調停でも折り合わず、おととし大田区が江東区を相手取り提訴し、争いは法廷の場へ。2年を経て東京地裁が下した判決は、江東区にオリンピック・パラリンピックのボートカヌー会場を含むおよそ 80%、 大田区にコンテナ埠頭を含むおよそ 20% とするもので、両区ともこれを受け入れました。2020年大会というまさに時代の節目というべきこの時期に、貴族の問題を終結させて次の世代に夢を託す第一歩を踏み出すことこそが、都民両区の区民にとっても将来大きな利益につながる、それが何よりも重要なことだろうと。中央防波堤埋め立て地が区民の皆様にとって、また東京全体にとって有益なものになるよう、輝く未来に向けて全力を尽くすことを考えなければならないという思いに至りました。境界の確定を受け、両区が新たな町名をつけるため案を公募する方針となりました。埋め立て地の周辺はやはり青海や八潮など海にちなんだ町名が多く、両区民もなんかオリンピア青海みたいな、分かんないけど、でかくなんかオリンピックに使った記念と、なんか江東区が両方こうある名前がいいですね。岬の方だからね。岬じゃない。私だったら岬って。ああ岬、ね、やっぱり名前の中にこう岬が入った方がいい。岬が入った方がいい、あれかもね。また今年ならではのこんな町名案も。平和島ですから、それにちなんでなんか平和っぽいのがいい。令和島とかどうですか。令和公園。そうすると令和の時にね、そういうふうにラインを引いて大田区がそうなりましたって分かるから。両区とも具体的な募集方法や時期は検討中で、応募案をもとに区が候補を決め、最終的にそれぞれの区議会の議決を経て新たな町名が決定します。こんばんは。こんばんは。11月28日木曜日の東京 MX ニュースです。協会が確定しました中央防波堤埋め立て地、地名の公募が行われることになりました。新しい地名が決まりますから気になるところですね、はい、区民の皆さんからもいろんな候補案が聞かれましたけれども、はい、今日は都内にある埋め立てによって生まれた地名の由来を調べてみました、はい、こちらです。まずは港区の台場です。ここには江戸時代に大砲を置く砲台場があったことから台場となったということなんです。あのお台場海浜公園には現在でも大砲が置かれていた場所の跡が残っていますよね、はい、そして江東区の豊洲ですけども、こちらは豊かな島になってほしいという思いから豊洲と名付けられました、はい。まあ、豊洲はここ10年ぐらいですかね、あのタワーマンションがたくさんできまして人口も増えましたし、うん、商業施設も豊富になって、はい、まだ開発も進んでいますので、うん、本当に豊かな島になりましたね。そうですよね、願いが叶っていますよね、はい、
そしてこちらも埋め立てで生まれた夢の島です。これは戦後遊園地などの建設が予定され、夢の島といつの間にか呼ばれるようになったのが、そのまま正式に地名として使われるようになったということなんです、ね、スポーツの競技場なんかありますけどね、はい、さて江東区の担当者はこの中央防波堤埋め立て地の地名を来年のオリンピックまでには決めたいと話しています。